鹿公園。BGM がいいね。さあ、あんたたちのサッカー見せてもらうよ、宇宙人さん。だから、俺たちは宇宙人じゃないってば。監督、大人相手に戦うのにアドバイスお願いするっす。そうね。とにかく、君たちの思うようにやってみて。そんな。初めての試合だからな。監督は俺たちのサッカーを見たいのであろう。よし、やろうぜ。俺たちの戦い方を考えるんだ。シュートブロック？あ、なるほどね。あれか、稲妻イレブン2からザ・ウォール、ファイアトルネードなどのシュートブロックが追加されたんだっけ。シュートチェーンは3からだっけな。ライモン VSSP。 さあ早速やっていきましょう。ライモン中フォーメーション、なぜか一ノ瀬がディフェンダーにいる、メガネがフォワードに入っている。まあここは後で変えようとしましょう。では SP フィクターズの選手情報見ていきましょう。ではキャプテン財前東子、ザッタワーを、おいきなりザッタワー覚えてんのか。じゃあロングシュートはちょっとあんまりやめた方がいい感じかな。ミッドフィルダーでブロッカーでかいよね。まあボディーシールド、鉄壁兼セーフティープロテクト。なるほどね。まあキーパー技を持っていると。まああとあれか、ベンチのやつらはキーパー以外何も持っていないということで、まああれかな、まあ必殺シュートなど合気道などまあ気をつければいいって感じかなと思います。でキック23、25と、まあその辺かな。まあレベルではまあまあ勝ってると思います。とりあえずまあフォーメーションちゃんとやっていこうか。出前もフォワードだし、この辺置いて、まあ染岡ゴンジの2トップ安定で、まあドモン君下げて、メガネまああれかな、まあ左ミッドフィールダーにして、まあセンターをこの2人で固めていくって感じでいいかなと思います。では早速やっていきましょう。待って、ちょっと待って、なんで染岡疲れてんの。はい、なら、あ、え、なんでお前疲れてんので、壁山も疲れてんだけど、え、なんで、え、だって俺染岡とか使ってないよ、壁山とか。え、どういうこと。あ、なんか風丸はあんま怪我したからっていうのがあるのかな。あ、これ打てる、あ、打てない。まあ、出前お前だ。オーケー、お前決めていけ、スピンニングシュート。まあ一応相手もキーパー技持ってるんで、お、使ってきたね、セーフティープロテクト。うわー無理か。まあ距離、おっと、あ、染岡さん、それボール拾ってもらわないときついよ。これまあ取ってくれるはず。あれ取れないか。まあこれまあ東湖に回されたところでって話なんで、壁山下げて、まあシュート、せっかくだ、シュートブロック決めていきたい。これまあタイミング意外にいい感じじゃね。待って、シュートブロック、お前、おっけ、近いな、お前、わざわざそんな。で、一応相手は、まあ、シュート技あるんでね、マジズハンド使っていきましょう。二人技だと、つえ、風丸、染岡、壁山、もっとガンガンいっていいぞ。おう、あ、なるほどね、イベントだったんだ。ああ、頑張るっす。みんなどうしちゃったんだ。え、待って、なんでシュートブロック入んないの。ゴール大したことないね。マジで、え、ふた、え、待って、マジザハンド止められないじゃん。じゃこのね、2独特のシュート決められた時の絶望感の BGM。 何、絶望感の BGM って何。 BGM の絶望感すげえな。きついな。遠藤くんのマジンガハンド止めらんないのか。でも今一回マジンガハンド使っちゃったから TP、 あ、やべ、これはオフサイド。 TP もないし、これもシュート打たせちゃいけないね。